とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ちょっと前の動画で、金の闘志の締め具、入手しましたよっていうのをやりました。これだね。闘志の締め具の金装備。これがね、ちょっと微妙だったのよ。金スキルが吸血。で、エンチャントに、旋風輝き爆発。かなり微妙だよね。普通に使ってるやつの方が断然強い、装備なんだけども、新しくね、闘志の締め具、もう一個金色のやつをゲットしました。これ。はい。なんと、金スキルがチェーン。微妙。吸血よりも微妙。で、エンチャントも、点でダメだね。点でダメ。まあ、輝きはいいとするよ。で、追い打ちはいい。一番右端の、この炎と爆発？こりゃダメだ。うん。この一番右のところに旋風が入ってれば、よかったんだけども、ああ、全然ダメ。こんなんじゃ、使い物になりません。まあ、一番ベストなのは、衝撃波旋風、それに輝き、追い打ち。まあ、追い打ちじゃなしに、雷でもいいね。まあ、それを狙ってやってるんだけども、なかなか出ません。今日はとりあえず、またね、古代狩り、80何パーセント出せるようになったので、それでいきたいと思います。86% だね。86% の 1.7。で、まだハテナのやつがいるんで、こいつらも出てきてくれれば嬉しいかな。とりあえず、これで行ってきます。では、行きましょうか。俺がね、いつも、普段回ってるのは、プラス17。だね。17が、まあ、レアのリロールも3回あって、レアが出やすいし、まあ、敵も、大体ワンパンで倒していけるんで、この難易度を選んでやってます。おい。まあまあまあ、ほんと死ぬことはないよ。死ぬことはない。死ぬとするならば、天候で思いっきり反射ダメージをもらった時だけ。あとは、まあ死ぬことはないね。とにかく、もう周回をね、何回も何回もやらなきゃ、いい金装備は本当に出ないんで、とにかく回転率を上げてます。だいたいね、早い時で1周ね、6分ぐらい、6分か7分で、遅くてもまあ、10分11分ぐらい、それぐらいあればこの難易度だったらクリアできるかな。で、出てくる装備品のレベルも240ちょっとが出るのよ。なので、鍛冶屋さんにね、突っ込んでもそんなにお金かからないし、この集会が一番俺は、おすすめかな。あれ、なんか、あ、これあれか。なんか装備がおかしいなと思ったらさ、これ金装備してるだろ、俺。これじゃないよ。これじゃなくて、いつもの締め具をしときましょう。こっちの方が断然強いからね。これ金装備はほんとね、これは沼かもしれないね。これを最強のやつを狙うとするなら、おそらくもうとんでもないぐらい周回しないといけないと思う。でもまあまあいいよね、そういうロマン装備っていうのも。あー、落ちちゃった、落ちちゃった。でもまあ結局近くに行ったし、よかった。これ、倒して出すのもいいけど、あれだもんね、クリアした後のお店、あそこで入手できることっていうのもあるんで、やっぱ何回も何回もするっていうのは、絶対必須。おい、なんでだよ。なんで ?84% だよ。84% で。古代人出ないってないっしょ。あのパーセンテージって結構ね、当てにならないもんね。
ほぼほぼ俺 80% ぐらいで行くけど、古代人が出る確率って 80% どころじゃない。30% とかそんぐらいだもん。あの 80% っていう数字は、あまりね、当てになんないから。ほんと、もうなんだろう。ちゃんとした数字を出してください。すごい期待しちゃうから。よっしゃ。爆発巻き込まれても全然余裕。はい。奥にあるかい？あ、なさそうかな。でも一応ね、全部回ってみないと、わかんないからね。よっしゃ！ここは見たことあるな。ここは来たことがあります。3体来い！ 1 体かい？はい、ノーマル品。ハープクロスの最強のやつとかも欲しいよね。ハープクロスの最強を欲しい。あと、冬の指先。そこら辺が欲しいね。はい。まあ、とりあえず、こんな感じで、サクッと回りながら、古代人が出た時だけ、放送します。二つ発見。ラッキーだね。こっちから行こう。外れ。そうだろ。80何パーだよ。84パーか。それで、外れを2回引くなんて。このパーセンテージは本当にね、当てにならん。こっちはどうだ？こっちもかい！こっちも大外れ。こんなことある？やばい。もうゴール見つけちゃった。でもあった。よかったよかった。よかった。これで終わりかと思ってた。で、出ないんかい。出ないんかい。ここもね、もう適正レベルで来ると、もう鬼畜で、やってられないから。これぐらいレベルを落としてこないとね。でも出るアイテムは変わんないし、いいんだよ。嘘や。もうない感じ？ない感じっすか？結構ね、84%、いつもより 3% ぐらい高めのはずなんだけどな。全く良くなかった。いや、まだあるはず、まだあるはず。あったあったあった。え、でも、チェストの数23でしょ。え、これ外れじゃん。うわぁ、ひど。ひどいもんだね。宝箱3つのやつだ。外ればっか引いてる、今回。全然よくありませんでした。まあ、ちょっと今日はいいところ、何も見せれなかったんだけども、とりあえず、締め具はね、2つ入手しました。性能はさておきね。まあ、とりあえず、また、金装備ね、集めていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。